亀山城は京都府亀岡市荒塚町周辺にあった日本の城、亀岡城とも、明智光秀によって丹波当地の拠点として機能した城郭である。江戸時代初頭には金星城郭として整備された。大正時代に新宗教、大本が購入、神殿を築いたが大本事件で日本政府により爆破、破却された。戦後再建され、 大元の本部が置かれている。織田信長の命を受けて丹波攻略に従事中であった明智光秀が口丹波にある亀岡盆地の中心であった亀山に天正6年に築城し、天正6年中に完成したと考えられる。ただし、天正5年の1月開日付の光秀の書状に亀山に総堀の不審を国衆の長沢又五郎らに命じたことが記されている。 ことから、天正4年には築城計画が存在していたとする見方もある。丹波の田の城と異なり、総構えが掘られており、このことから一国の拠点となる城として、それにふさわしい異様を誇っていたと言える。丹波平定後はそのまま丹波経営の拠点となったが、光秀は、天正十年に本老寺の変を起こし、まもなく発祥は秀吉に敗れて、逃走中に討ち死に、 その後は天下を統一した、秀吉の重要拠点として一門の橋場秀勝、豊臣秀勝、豊臣秀俊や豊臣政権で五奉用の一人となった前田玄威などが入った。超えず、秀吉の死後に天下を手中にした徳川家康も、この城を重要視し、慶長十四年に不代大,大名である岡部長森を入法させ、丹波亀山藩主に任じた。さらに、 天下武神により、幕府が西国大名に明治近世城閣として亀山城を大集築した。東道高虎が縄張りを務め、慶長十五年夏頃に完成し、本丸には五重の相当型天守が上がった。関円元年以降は、片野原松平氏が居城し、明治二年に亀岡藩へ改称。同四年に亀岡県が治験され、廃藩となった。 明治5年に撮影された亀山城本丸南面、明治初年に撮影されたものは、慶長14年に建てられた相当型55階の大天守と二重の小天守が複合した複合式天守である。大天守の最上階には、飾りの周り縁、降欄をつけ、最上重屋根に入りもやハフと軒刀ハフがあるのみで、それ以外の木座橋や銃には、装飾的な窓やハフは一切ない。 亀山城の天守は、創建当初では、明智光秀によって三重の天守が構えられ、後の小早川秀明の時に五重に改築されたという。以降この天守については不明であるが、建築士の観点では、破風の一切ない相当型天守は、慶長14.15年以降に見られるもので、それ以前の小早川時代に改変されたという天守は、それ以降に、 再び改変されたか解体され、明治期に撮影された姿のものが新しく建造されたのではないかと言われている。丹波亀山城の天守を日本初の相当型天守であるとする見解もあるが、完成重修所家府を根拠に今治城天守を移築したものであるという説がある。この説では徳川栄康が、 この亀山城を天下武神によって造営した際、縄張り設計を担当した東道高虎が、もともと自身の居城である、上野城へ移築するために解体していた溶剤を建造し、建てたものであるとしている。これをもとに、今治城天守を相当型天守の所見とする説がある一方で、今治城天守の外観や規模は不明であり、また、天守の存在について、 発掘調査からは認められてはいない。なお、天守ではないが、初期の相当型として、可能上、御参会がある。天守台、石垣、堀、ドルインなどは、大元が買収した後に改変され、宗教施設が築かれた。昭和10年には、大本事件の際に、当時の日本政府によって、ほとんどが破却されたが、終戦後、教団によって修復されている。 1992年12月8日、宗教的理由により、旧神殿部分が立ち入り禁止となった。新号殿門は、亀岡市立千代川小学校に移築されている。JR 西日本佐賀の線亀岡駅から南へ徒歩10分。ただし城郭は、宗教法人大本の敷地であるため、見学には入り口受付で許可を取る必要がある。また、 縄文の一区先の千代川小学校へは、道千代川駅下車、西へ徒歩5分。ありがとうございます。